え皆さんこんこにちは本日はファクトリー 900FA232 ののレの外しし方をご紹介したいいと思います、えー、まずこちらのフレームなんですけども非常に立体感のある 3D ディメンション構造になっているフレームなんですけれどもえ実際にはアンダーリムと同じでここからここまでがフレームのリムと接触していてここからこっち側は糸でつってあるナイロン糸で釣ってあるというハーフリムと 同じ構造の、えー、止め方になっているというアイテムになっています、えー、ナイロンで留めてあるハーフリムなので外し方は普通のメガネと同じですね、えー、こういった隙間のところに爪を入れてこれで外せるようになりますこの通り簡単に外せるんですけれどもかといって、えー、取り付けてあるレンズが簡単に外れてしまうかというとこの通り割としっかりと止まってますんで簡単に外れるということはない 取り付ける時には、まあ、メガネ屋さんでしたらすぐに分かっていただけると思うんですけれどもこのナイロン糸で留めるような形になりますので、えーまあ、お店にあると思うんですけれどもこの糸ですね、えー、リボンですねリボンを使っていただいてこのナイロンの糸を。 当ててながら入れいいくという構造ですレンズの側面もちゃんと溝が掘ってある状態ですので土つきで作る時も溝を掘っていただくという形ですね、えー。コツとしてはこの外側のところの糸を通していただいてフレームのレールに当ててあとはまあ糸を通すだけ。角のところが若干 通しにくいかなというところもあるかもしれないんですけども、もうこの通り簡単に取り付けできるという行動になっています。ちゃんとここのレールのところに、えー、レンズの溝がちゃんと入ってるかなというところを確認していただければと思います。あとは正面から見た時のバランス調整をとっていただければ十分大丈夫かと思います。あとスプリングヒンジなんですけれども、2枚の 板材でできているバネがスプリングがここに搭載されているんですけれどもそれを固定するためのネジがここで使われていますこのネジが緩んでしまうとこのスプリングが外れやすくなってしまったりするので今はこれちゃんとスプリングが効いてる構造なんですけれどもスプリングがこれで外れてしまうとスプリング全然効かなくなっちゃいますこんな感じになってしまいますのでここのネジが緩むとこうなりやすいので要注意ですねもししこうなってしまってまたら ひねるようにしながら外側に入れていただくとこの通りスプリング直せるようにはなるんですけれどもこういうのがここのネジが緩んでしまうと先ほどみたいになるので是非ガネクリーニングやメンテナンスする時にこういったところのネジを是非ガネ屋さんのスタッフの皆様ネジのチェックをしていただければと思います。 ぜひお願いいたしますもしネジがなくなってしまってという場合にはご連絡いただければメール便でお送りしますのでその際にはご相談くださいどうぞよろしくお願いしますありがとうございます